はい、というわけでまた亮太さんに来てもらいました。第3弾ありがとうございます。で、今回どんな話を聞きたいのかといったら、刑務所の中で事件装置になったっていうふうなことを聞いたんですけど、うん、松本刑務所とどこでしたっけ、広島刑務所の話なんかをまずそこからちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、あとはまあ、泥棒の話あったじゃないですか、それの進捗状況だったりとかをちょっと聞きたいんですけど、そもそも松本刑務所どっちが先でしたっけ。松本刑務所が先で、その時に事件装置になったっていうのはどんな感じの、雑居で、そのちょうど冬だったもんでね、夜ガラスが曇るじゃないですか。でその曇りガラスに、その古いやつが飛行機の絵を描くわけですよ。古いやつが飛行機の絵を描く、ガラスに、で俺新米だから、この飛行機は盗まれないように見てみてくれって。曇ってるガラスに宇宙船の絵を描くわけです。これ俺の飛行機だから。朝までもうふざけて話したんだけど、朝まで盗まれないで見てろって言うから、みんなやってることだからいいやと思って、俺こっち見てたの。で夜中に立ってくるにつれて、その曇りが水滴になって消えていくわけです。なりますね。で最後何も全部水滴で消えちゃって、あ、これひっつきでやってんだなと思って。ひっつきって何でしたっけ。もういじめ。あ、いじめでね。あ、そうですか。指みたいな。そういうことですね。起きてもう早速この野郎って引っ張られて、小づけで、亮太さんが、俺がだってそれをだって見てたんですよね。そう、見てて、そうだから見てて、あのもちろん、起きたらもう飛ばすのも、もうその時決めた。あ、決めたんですね。でもちょっとこれ見てろって言われて、そう、で起きて、その決めてるけどちょっと見てたんですね。そうで、気象のチャイムになった瞬間に起きてきたもんで、あれ飛行機をみたいな顔してたから、はい、なんやろこって、この小付で叩いて目尻塗ったんですよ。目尻塗った。それで事件装置になって。あ、それ事件装置、それ半年伸びたのかな。あ、そうなんですね。それでそのじゃあ障害みたいな感じってことですよね。そうす、のやつをしちゃって半年伸びた。まあ、もうそう、しょうがないんですけどね。皆さん分かってないでしょ。いや、分かっ、今のは分かるでしょ。分かってない。障害ないですね。障害ない。すみません、これをちょっとなぞる感じにしちゃいましたけどね。概要欄で。概要欄で。ちなみに松本刑務所は何年ぐらい。2年半。2年半で刑が伸びて3年。あ、3年になっちゃった。結局ね。あ、そういうことですね。ほう。で、松本刑務所の後の、広島刑務所はその後に入って、広島に行ったのはね、3年11ヶ月の刑事、まあ半端なんですけどね。3年11ヶ月、3年11ヶ月行って、結構長いです。そう。で、まあずっと懲罰喧嘩、懲罰喧嘩で、繰り返してて、で、最後の喧嘩の時に、飛ばれたんです。俺は飛ばれたから、飛んできたから、飛び返した。お互い怪我したもんで、まあ一応は血が出たからね、一応事件装置になって、で、まあ、先ほど裁判所に2回行って、あ、それもまた裁判所行くんだ。あー、ファイになったっていうか、どっちも喧嘩、痛み分けみたいな、痛み分け、もう起訴猶予、警察庁に送ったけど、まあ起訴はできませんよと。あ、どっちも伸びるっていう感じではなくて、そこでパイになって終わるみたいな。終わり。まあ俺が一方的だったら、また松本の時みたいに伸びてたけど。あ、そういうことですね。ということは3年11ヶ月が満期っていうか、その11ヶ月の予定だったのが伸びてなくて、そのまま3年11ヶ月っていうことになった。それだけでもう、だって松本刑務所と広島刑務所だけでもう7年ぐらい入ってますね。で、横浜さんで行ってくる。横浜に3年。あ、じゃあ全部で10年。10年。あれ、今のホームみたいにもっと行ってるよね。何ですか、そこしかない。うん、そうだね。まあ、それも入れて12、3年。あ、それも入れて12、3年。ああ。もう一個自分聞きたいことがあったんですけど、前回の泥棒が入ったって話したじゃないですか。これ、前回の話の時で。最後ですね。そうです、そうです、最後の話の、今進捗状況というか、さっき今リリカちゃんも一緒にいるんですけど、リリカちゃんに聞いたらちょっと大丈夫になったって聞いたんですけど、ダメでしょ。ダメね。ほら今ニコニコしてて、めっちゃニコニコしてるんだけど、やっぱり怖い、リリカちゃんね。うんって、やっぱりね、やっぱそこは残っちゃうんですね。残る。やっぱ俺も残ってるし。ああ、そういうことですか。でも物とかしたらね、やっぱ敏感になっちゃう。そういうことですね。でも残り方としてはリリカちゃん怖いが残ってるじゃないですか。もう亮太さんの場合はいや、もう感じのそっちですよね。もういつでも。ああ、で、リナさんとしては今前と変わりました、その感覚というか。いや、何ら変わりないです。何ら変わりない。恐怖心が増したよね。2週、さっきも言ったけど2週目に入っちゃったんで。うん、あ、そうだ、その話も新しい。そうですよ。まあ名前は P だけど、ええ、その泥棒を俺も入れて6件入ったわけですよ。そのうちの1件に前言ってたところは6件ですね。そうそう、正月に入ったから1月1日に。ああ、はい、そうだから、そんな同じとこにでも入らせる警察も。そうですよね。そうですよね。だってそこからは森さん動いてないんですか。まあ動いてるとは言うけど、言うけど逮捕状を出すまでなってるんだけど、そのやさが分かんないから逮捕状出せれないと。
で更新するのに1週間しか、うん、逮捕状が出てからその逮捕状の効力は1週間しかない。でだから、はい、期間更新中の、うんうん、まあ、2、3日しか分かんないけど、うんうん、その間はパクれない、パクれないから、だからちゃんともうその犯人が捕まえられることほぼ確定しないと、うん、逮捕状出さない、出せない、あ、完璧な状態で、はあはあはあ、で刑務所は言うけど、はい、でももう2ヶ月経ってるのに安も、はい、もつかめない、ええ、何やってんだよと。じゃあ今亮太さん目線では、うん、どこにいられるのかとか分かりますか？全く分かんない、分かんないけど、うんうん、まあ明らかに言えるのはこの警察が動くよりも俺たち例えば探偵使ったり更新所使ったりした方が、はい、まあ、お金払ってね、有料でね、うんうん、あ、はいはい、早い、その前に言ったら、うん、探偵使ったらその情報はこっちに流してもらって、だから眠い話してるんだって。いや本当そうですね、ね、探偵使ったらこっちに流してくださいってことは動く気ないっていうふうに言ってるのと一緒じゃないですか。お前ら本当に刑事なのかって、はいはいはい、それだけんからいいよだってで言ったら、はい、じゃあもう両親さんが何するか分かってるから取り下げさせないって言うから、うん、じゃあそのままで続行でいいよって、うんうん、じゃあその代わりにその犯人捕まえて、うん、まあ俺たちがリーチするなり焼き切りくれなり何なりしても示談を取り下げさせるんだよって、うんうん、俺は、うんうんうん、下げるから、うん、そこに焼きも入れますよ、うんうんうん、連載も全部話を取り決めした上で取り下げるんで、うんうんうん、でお前らの顔潰しちゃうと、ああそういうことですね、そういうことね、そうそう、あ、弁当ね、はいはいはい、そっか、うん、被害者の気持ちを一切考えずに、うん、確かに、で、障害者として取ったりしてんから、ああそういうことですね、うん、確かに、だって今のお話聞く感じではリリカちゃんも皆さんもだって怖さが増幅してるぐらいって言ってるぐらいですからね、そうそう、この間も動いてて、そうビシッとビシッと、ね、屋根裏が鳴ったから屋根裏、あ、はい、閉まったんですよ、泥棒が帰ってまた来たんだけど、ズボンパジャマ立ったまま、はい、被害者のあれですよ、ハクビシッ、ね、ハクビシッ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 、もうリビングした時はまたもうしぼんじゃって、また一から一からですよ、ね、亮太さんも行く寸前だったの、そう、もうどこの場面でも行くそうだった、もう分かんない、亮太さんのバイトをしてて朝になっちゃってどんな気持ちでこの正月過ごしたかっていうのは分かってないの、静岡県警は、うん、ね、なんか重量の取り締まりやってる場合じゃないですよね、いや、ほとんど適切な25度前ぐらい上から行ってるんだよ、そうですね、はい、で、覚醒でやってくれとかだろう、人生返してくれよ、お前学生やって国に賠償起こすから13年取られてね、ええ、国の勝手な決定で、はいはいはい、学生でくれて、もうだからこれ学生でくらいで静岡県県警は宅付けした方がいいんだよね、うん、どういう、まあまあ、静岡県警なんでしたっけ静岡県警、なんか噛みました、今静岡県警いましたね、静岡県警、すいません、県警になるってことで県警言いました、県警、それ気づいてなかった、それは大川とか不安もあってもう一個だけ聞きたいんですけど、うん、今回じゃあ町村江ノ島でやらせてもらいました、うんうん、はい、それの感想として、まあさっきはちょっと、うん、まあちょっと自分としてはちょっと浮き足立ってんのかなって思うが、亮太さん、あれ亮太さんの感覚ちょっと違うなと思う、ね、うん、なんかね、うん、まあ丸ちゃんと俊太君の3人で、まあ実際頭の中で夢イメージしてね、寝たんだけど、はい、あまりにもその多さ、はははは、いろんな自然に圧倒されちゃって、いや、はい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 、このメイクだし、これ罰ゲームかなと思って、本領が発揮できなくて、ね、あ、そうなんですよね、うん、なんか手応えが、手応えはちょっとないかな、あ、本当は大川栄作に言われてもしょうがないと思うまあ、またあの大川栄作多分見てるそうですよね、出てこないよ大川栄作最近コメント入れないじゃないか確かに、ね、あの後からなくないですか、検事検事おめでとうだよお前言いましたね、どんどん入れてこいってコメント、あ、でも確かにそのそうだ、アンチさんに返すみたいなことしてからその後来ないですよね、だから、うん、アンチ返しをした入れてこないから、はいはいはい、そんなやつ入れんなって話なんですよ、はははは、それもどんどんやってくれれば面白いのに、はいはいはい、全然ないからね、そうっすよね、うん、だったら触るなって言えたよ、いや、ほんとそうっすよね、うん、うん、何かありますか、大川栄作に対して、大川栄作、うん、これ待ってアンチでもいいな、何でも反対でもいいよ次はね、ぜひ都内で、うん、そうですね、はい、町村だってそうっすよね、亮太さん今ちょっと不完全燃焼感があったわけですから、うん、はい、今年ね、うん、近いうち、はい、ちょっと渋谷の方で、はい、やってみたいなっていうね、はいはい、渋谷じゃもう、ええ、ね、もう景色を張るぐらいもうやっと逆にもう上空からで、ね、地上からも全部パトカー逆にほらこのマイクで何やろうとしてこのマイクで行ったら、ええ、ほらブレイキングダウンをたくさん見てる方多分いらっしゃると思うんで、あ、確かに確かに、あ、ウリタさんじゃないのかっていう、ほら誤解も今日あったでしょ、はい、江ノ島でも、はい、結構いるんだよね、え、
こうやって俺みたいにメイク。ああ、いますね、確かに。確かに確かに確かに。しかも氷山の一角。そんなのでめぐちゃんだっても、ちっちゃい。でも確かにそうかもしれないです。本当に、あ、そっか。逆に、あのヤンキーチャンネルの視聴者さんから。企画もらっても面白いだろう。あ、そうですね。例えば亮太さんと一緒にこんなことやってみたら、確かに確かに確かに、はい、ね、あとは、ね、どこの街に来てほしいとかね。あ、そうですね。そうですね、もしこれを見てる視聴者さんの中で、企業さん、会社さんと経営されてる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない、イベントとかね、方々いらっしゃるかもしれないんで、こんな僕なんかでよければなんか協力しますよとか、結構少ないと思いますけど、いたら何か呼んでくれれば何かいろいろやりたいなんか、イベントこととかね、祭事、有酸バスケットさん、あのホームページをなんか使ってくれればね。そうなんですね。いや、そんな風に絶対使わないですよ、ね、シンナーダメ絶対みたいな。ああ、確かに盗みだね、そろそろもう有酸バスケットさん関係者出てきてもいい、出てきてもいいんだけどね。有酸バスケットってそもそも薬品の会社さんなんですか。確かにそこも知らなかった。なんだろう、でも順当の必ずある。あ、必ず本当にある。もう何でも言ってるんだ。ああ、そういうことですね、今もあるんですか。今もある。今もあるって、なんかもうコメントでもいっぱいだって来てましたもん。で、あの、シンナーが入ってるこの缶の蛇口のとこに、あの、帰りは必ず閉めてってください。もともと持たない。絶対嘘じゃないですか。そうそうそう。というわけで、はい、ちょっと亮太さんとの対談、今回やらせてもらったのは、町村から、大食いから、こうやってちょっと一つ対談を取らせてもらったんですけど、亮太さんはもう本当、今後もぜひぜひちょっと出てもらいたいので。いや、もう引っ張りだこね。はい、じゃあぜひぜひ、まあ本当にだってコメント、しおさんとかも、亮太さん、また出演してくださいってずっと言われてますから。亮太さん、あの、べしゃりが立つんで。そうっすよね。ただまだ、王海作、ほら、俺は、こうやって真剣に言ってることを、ふがふが聞こえてんだったら、もうお前、自分で言ってこい、これ。ね、これ、アンチなんていらねえから。楽しくやろうよ。そうっすね。いいじゃん、もう。そうですよね。はい、本当そうだと思います。王海作。はい。あんたでもいいよ。まあ、なんか同じ空気感です。同じ空気感だから、逆に言われば見てる方がね、こういう企画がいいんじゃないですか、この街でやりましょうって、言ってくれれば。そうですね、はい。で、今回は視聴者参加型とかで、今度ライブもやりたいんで。あ、それもそうですね、いいっすよね。送ったの？違う、亮太さんとこんな企画をやってくださいとか、はい、何かあればコメントください。よしよし、コメントください。はい、楽しいことであればね。大川栄作もね、もうコメントください。仲直りしろよ、大川栄作。すごいよ、いらめっておしゃべりだよ。本当にいっぱい名前出されてよかったな。フラフが言ってすいませんって言わ、謝るよしてやるよ。フラフが言ってすいません、してくれるみたいなんで、じゃあコメントください。はい、というわけで、りょうたさん、今日は一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俊太郎ヤンキーチャンネル。Thank you.